明日は D リーグラウンド2ー。コメント固定。OK! ーー来たよー、皆さん。t i k t o クライブから来てくださって。ありがとうございます。すごい、1 8 0人。200にいっちゃい。200に行きました。ありがとうございます。イェーイ。めっちゃ右。<laughs> やばい、240人。やば。 こっちスクショしようすげえ嬉しいてっくんヤッホーヤッホーそう今ちょっとあの TikTok ライブしててなんか急激にバズっちゃってすごすごいんであのー、インスタライブに来たらすごい来てくださってありがとうございますさっきぶりさっきぶりです TikTok ライブしてました え、明日そうです。皆さん。明日、D リーグラウンド2が明日いよいよ開催されます。TikTok から飛んできました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ストーリー、メンションしたから見てね。見ます。めちゃめちゃ見ます。絶対見ます。またワークショップしてください。ワークショップで全国回りたいですね。また、ルックスで。 来たた来た待ってたいやあ明日ですよもう2週間経つのが早いめちゃめちゃバチバチにかましてきてねもうバチバチにかまします明日個人的には今日ルックスのねあのあ,あの,あのストーリーに戻ってたんですけど明日の注目選手はあの 滝みたいな感じだったんでぜひほぼ投票もしてもらえたらありがたいです個人的には 3, 3年連続 MVD も狙ってるんで明日はぜひチェックしてくださいテックツーみんなのですなんで明日は注目してください明日の 様子とかもインスタとかツイッターとかでもあのー、載せていくんでぜひチェックしてください <laughs> 衣装とかでもあれやね貨車ちょうど300人いったんでちょっとスクショ撮らせていただきました衣装でもやっとひなたくんさえ来ましたありがとうございますな何て言ったっけあっ衣装でも TikTok とかリールとか撮りたいね。たいくんからコメ編もらったので、ぜひお願いします。300人行くんじゃない行きましたね、一瞬。TikTok ってガチすげえと思った。3日くらい前に、ちょっと久々に TikTok を上げ出したんですよ。じゃあ、めちゃめちゃいい感じにバズり出して、ありがたいことに。 で、2日くらい連続で載せたらそれもいい感じにバズってきてもう一気にフォロワー増えましたねありがたいっすねなんでちょっとこれからも投稿頑張っていきたいと思っております TikTok 見てたありがとうございますあとライブすごいな TikTok ライブ あれっってやっぱおすすめに乗るんでしょうねこうやってィックトックバーって見てたらすごいわ早く寝なくていいの俺マジさっきィックトックライブしてたんですけどその前にめっちゃ爆睡かましてて多分寝れないっすねあの銭湯行きたいっす正直正直後で多分銭湯行くかもしれないっすね 人系 <laughs> いや嬉しいな普通に普通に嬉しいなそんな見に行きたいけどテスト期間で見に行けません D リーグのアプリからも見れますし ABEMATV などでニコニコ配信などでも見れるのでぜひ見てくださいセガサミルクスはファーストマッチです 対戦相手はバリューエンスインフィニティーズさんということで開幕戦すごいかっこよかったっすよねもう負けじと頑張るので皆さん応援のほどよろしくお願いします TikTok でも何回も言ったんですけどあのー、D リーグの D リーグのアプリをダウンロードしてライブっていうところをしたら もうその日にライブに、あのー、飛べるんでぜひパフォーマンス見ていただいてあと無料で、あのー、オーディエンス投票っていうのがあって無料で投票できるんですよどっちのチームが良かったかってそ,うそれもぜひ、あのセガサミルクスの方にお願いしたいと思いますお願いします <laughs> 皆さんの でじゃあ皆さんの投票で僕たちの結果につながってくるんで、うん、ぜひぜひお願いします皆さん <laughs> 頑張ってねいやっぱま頑張ります明日のやつはマジ見てほしいなもうザザって感じやなザもうザです明日 ぜひ見てくださいめっちゃかっこいいんでもう一言で言てたらもうかっこいい絵だなうんあとは個人的にはマジ3年連続 MVD も狙ってるんでファボ投票っていうのもあるんでぜひファボ投票もしていただけたらありがたいですぶっちぎりにいきたいな明日はぶっちぎる日にしたいな明日は タイクの TikTok めっちゃ見ててまますすすありがとうございい何して欲しいですか TikTok 募集してるんですけど何がいいかな次どんなんが結構バズると思います何したらバズりそう俺が衣装で撮るっていうのはもう絶対したいなって思いますこれから衣装で撮ってやっぱインパクトすごいんでルックスの衣装ってめちゃめちゃ。 めっちゃスクショしてるスクショの音鳴ってます今今も鳴ってますえスクショ鳴ってます今今スクショしてないっすよ俺さっきしましたけどめっちゃ最初ちょっと待ってね